エリトリア鉄道はエリトリアで唯一の鉄道。1887年から1932年にかけて当時の創始国イタリア王国により建設され、マッサワからビシアが結ばれた。戦争によって破壊され1975年に廃止となったが2003年になってマッサワからアスマラまでの区間のみ再開した。 かなり古い車両が現役で使われている。アスマラ駅付近のリットリナ長田機動車、エリトリア鉄道は第二次世界大戦前にエリトリア海岸からスーダン国境近くまで通っていたが第二次世界大戦やエリトリア独立戦争で設備が破壊され長らく放置されていた。現在のエリトリア鉄道は2003年に再開されたものである。路線区間は 海岸の町、マッサワカラシュとアスマラまでの118キロメートルに過ぎない。エリトリア鉄道は観光客の輸送などに使われている。物資は乏しく、車両のほとんどは第二次世界大戦前の設備であり、最も新しい設備でも1950年代のものである。例えば1930年代にイタリアで作られたマレー式機関車や機動車、 リットリナが現役で使われている。観光用を除けば、このような運営は世界でも珍しい。機間は950ミ、mm、リメートルで、いわゆる狂気である。これは、この鉄道を作った第二次世界大戦前のイタリアに合わせたものである。エリトリア鉄道当局の計画では、エリトリア生誕のテッセネーまでつなぎ、スーダンからの輸出に使う予定である。 アスマラに停車している202型機関車蒸気機関車も202シリーズ、440シリーズ、442シリーズの3種が現役である。これらはモガディシオビラブルッチ鉄道から持ってこられた。クルップ社により1957年に設計されたロードスイッチャーでドイツオフセットキャブの典型構造をしている。第二次世界大戦後に買われたもので、 エリトリア鉄道では最も新しい。車体色は薄いクリーム地にフレームが茶色である。ドローリーガー車の入れ替え機関車であり、1941年のイギリス占領期に持ってこられたものである。元はスーダンで使われていたもので、もっと狂気用だった。譲り受け号 950mm に改造され、車輪位置がフレームの内側から外側に変わった。 0から6から0型が2台、0から4から0型が1台ある。車体色は、クルップのものと同じ構成。オートバイを改造した、整備用車両フィアット車製の、リットリナ3台が、内線終了時まで動いており、そのうち2台が現役である。アールデコの影響が強いデザインで、前方に、いわゆるフィアット式のラジエーターがついている。車体は、薄いクリーム色で、 底面が青みがかった灰色である。また、現役ではないが、スイスのブラウン・ボベリ社製と推定されている4輪の、車体がアスマラに置かれている。銃ナクファシ兵に描かれる、レールトラックロシア製の軽トラックの車輪を、線路用に改造した車両が、線路の保全用に使用されている。このほか整備用にオートバイを改造した車両も使われている。 獣ナクファシ兵にはレールトラックが描かれている。これはエリトリア独立戦争の際にレールがエチオピア軍に剥がされ鉄道が荒廃したものを戦後にレールトラックを使って再布設したことで荒廃したエリトリアの復興の象徴となっているからだという。エリトリア鉄道の路線マッサワ・アスマラケレンビシア。 テッセネーカッサラ関連地図エリトリアはかつてイタリアの植民地であり、エリトリア鉄道はイタリア人により、エリトリアの主要都市、マッサワとアスマラを結ぶために作られた。鉄道システムもイタリア基準で作られた。19世紀のイタリア基準は、期間950ミ、mm、リメートルだったので、エリトリア鉄道もそうなった。 公開沿いの港町、マッサワ沖点に1887年から建設が始まり、当時の行政中心都市、アスマラまでの設営が進められた。しかし、マッサワとアスマラの間には山脈があり、建設が困難だった。この山脈は高いところで、海抜に1394メートルであり、鉄道の勾配は3%を超えるところもあった。 トンネルは30が掘られ、最長320メートルだった。オベル川などに65の橋が必要だった。アスマラにつながったのは1911年のことである。1922年にはケレンまでつながった。1930年代になって、イタリアの指導者ベニート・ムッソーリーニが、スーダン鉄道のあるカッサラとつなぐことを思い立った。 1932年にビシアまでつながり、路線は 280km だった。そこからスーダンまで結ぶ予定であったが、1935年に第二次エチオピア戦争が始まって、既存路線の真っサはアスマラ間の整備が優先された。ため、テッセネーエまでを計画した段階で中断された。1938年のアスマラ駅。車両は、 現在も使われているリットリナ。エリトリア鉄道は路線は短かったがよく活用された。特に1935年に第2次エチオピア戦争が始まってからは物資輸送のために1日30本が運転された。1941年まではイタリアが運営していたが第二次世界大戦が始まってからイギリスに奪われた。 戦争が進むと、アゴルダトとビシアの間が破壊された。1942年、イギリスは、イタリア領ソマリランド南部のモガディッシュをビラブルッチ、鉄道から、ディーゼル機関車数台をエリートリア鉄道に移した。1953年、エリートリアはイギリスからエチオピアに譲られた。その後、1960年代まで鉄道事業は、順調だったが、 しかし、1960年代に、マッサワとアスマラ間の道路が整備されてからは、こちらが主流となった。エリトリア鉄道建設から1965年までに、乗客約50万人、貨物20万トンが運ばれた。1975年に、エリトリア独立戦争の際に、免ス室が主導する、デルグ政権により破壊され、また、物資も略奪された。 1993年、エリトリアはエチオピアから独立し、1994年には鉄道再建が宣言された。ただし実際に再開されたのは2003年である。この路線は2008年現在でも運営されている。ケレン駅。現在はバス停と市場として使われている。1911年から1923年に、 かけて作られた路線。アゴルダド駅。アラベスク様式の建物で、今は地方空港の設備として使われている。1924年から1929年にかけて作られた路線。ビシアまでの 31km は作られたが、そこで中断された。計画としては、スーダン鉄道までつなぐはずだった。 日本の NHK が1998年5月10日にエリトリア鉄道を取り上げ、現在では NHK アーカイブスに収められている。2013年10月1日はテレビ東京系のアリエヘン世界でも取り上げられた。ありがとうございます。